始まっ、え、どこ来た、え、始まった、あー、おい、いいね、顔がいいね、いいね、あ、いいよ、みこっちのそのメス顔なにその顔なにその顔初めて見たんだけど可愛い女の子かと思った、じゃじゃーん、あおくんでした。あ、これだ、これが挨拶だ、あ、かわいい、かわいいトランジション、なんか声しなくなった、あれ、青くゆ、青くゆ、青くゆ、OBS 初めてかな、OBS はあんまり慣れてないかにゃ、青くゆ、青くゆ、聞こえなくなっちゃった、青くゆ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 、でもすごい顔がいいね、アフレコします、僕はこんな感じでモノクロの世界に、うん、暇を持て余していたんだ、せっかくだからこの世界に僕が今から色をつけよう、パン、あ、色をつける瞬間に声が戻ってきた、なんか出てはいけないもの出てるらしいよこれ、なにこれ、青くゆ、BGM だったのか、BGM だったのか、そうだったのか、緊張するんだよね、青くゆ、どうなんだい、あ、キュン、助けてあげようか、青くゆ、おー、やめない、いきなり近づくな恥ずかしい、僕配信慣れてないのがすごくバレているみたいで、マネちゃんがずっと後ろで笑ってます、切り抜き師は切り抜くだろうね、うん、初配信でポンっつってねやめろよやめろよ好きなもの、そして青色、水色系統のものが大好きです、青色が好きなんだって、なんでよ、ごめんね、ピンクは、ピンクは青が好きな人、ピンクは別にだよ、かわいいね、僕にはない色だって言ってくれる僕にはない色妄想の青く出てきちゃう、妄想やめろマジで本当に僕にはない色だ、顎食いもっとよく見せておくれっつってそして特技、女の子を狂わせること、まあまあまあ、そんな狂わされてないけどいやいや別になんかいやいやいやいろいろ謝らなきゃいけないことがある気がするので謝罪をさせてください、本当に始まった、会見の音本当に始まったよ会見が複数人の女性を誘惑し謝罪、たぶらかしてしまったちゃんちゃんとちゃん申し訳ございませんでした、ちゃん付けってことはうちらじゃないってことじゃん、先輩としか呼ばれてないもんね、誰だよそのいっぱいのちゃん、青く言う、ダメ、青く言う、みこめと怒らせたら怖いかね、ダメだよ、うちら怒らせたね僕は黒髪ツインテールでぶりっ子な女の子が大好きです、キヌヌアオくん、アオくんよ、アオくん、スイちゃん、スイちゃんだよ、スイちゃんだよ、ツインテールしないじゃん、スイちゃん、何しないって言っちゃうね、なにあんた、まにツインテールぶりっ子すな、この髪型もツインテールみたいなもんね、やっぱツインテールにや、まこってツインテール似合わない、時代系、決めていきたいのはファンネームです、被害者の会なんだろう、被害者の会くさやめなよ、よくないだろファンネーム、女の子は日おどし青の女、略して姫、そして男の子はなん、日おどし青の男、ひょっとこって読むらしいですね、姫、ひょっとこひょっとこやだ俺たちひょっとこだからっつってひょっとこたち、そうこれからひょっとこたちっていう、姫ひょっとこたちひょっとこです、ひょ姫でよかった姫でよかったちょっと僕あんまり言いたくないんだけど、あんまり上手じゃないんだタイピングが、タイピングが上手じゃない、
パソコンにあんま慣れてないのかな。あれなんだね、下見ながらじゃないと書けない。ああ初心者さんだ。うん、目標？僕の配信の目標は、僕の配信や生み出す漫画とかのコンテンツを通して、自分も夢を見てもいいんだって思ってくれる人を一人でも増やすことです。キュン、かっこいいよ。スイちゃん、お前、はい、何そんな顔してんの。なんですか。スイちゃん、え、なかなかしない顔だよ。おめでとう。おめでとう。